私たちそのクロマキースタジオを運営していますと、いろんなお客さんが来ていただけます。例えば、神奈川県の平塚にある、会社はフィルムで農業をしている会社です。このことについてはまた詳しく別なところでご紹介しようと思いますが、画期的なフィルム農法です。それから東京の町田市には水耕栽培ですけど、一株から 15.5 度の糖度のメロンを40個、それを80個まで作ろうという技術も出てきました。人工透析の人はレタスとかメロンとかが食べられません。カリウムを体に入れると体に悪いわけですね。それを9割カットしたレタス、9割カットしたメロン、これの製法に成功した元半導体の会社さんがあります。松食い虫で困った三保の松原の、松に農薬をまいて、松食い虫を退治しようというのは昔の考え方で、農薬を散布すると酵素とか微生物がみんななくなってしまいます。死んでしまいます。それで、酵素とか微生物を活性化するER 農法というものを、静岡県の藤枝の会社さんが開発しています。私たちは、従来の農業は、厳しいわけですけど、袋に、いい土といい種を入れることによって肥料も空中から、トマトだとかキュウリだとかメロンだとかが出てくる空中菜園、これは1列下横に2列その下にまた2列、1つの土地で5倍生産できる農法です。このような新しい農業がたくさん出てきてます。このようなものを、耕作放畜のビニールハウスで生産性の高い、また付加価値の高い、作物を作ることによって、若い者の農業に従事したい人たちを呼び込むということもできます。ぜひ、新しい農業がめきめきと産声を上げて、具現化されている今時代です。このようなことの勉強会も一緒にしながら、どれか具現化できたらと思っております。